こんにちは、藤田優斗です。今日はですね、1月31日ということで、毎月ね、買ってよかったものがあれば行っている、今月ね、買ってよかったものを紹介していきたいと思います。で、今月ですね、買ってよかったもの、いろいろね、買ったんですけれども、中でもね、厳選して4つ紹介をしていきたいと思います。では早速やっていきましょう。はい、ではね、まず1つ目からですね。1つ目ちょっといきなりマニアックになってしまうんですけれども、1つ目がですね、こちらのシノロジーのナスですね。はい、でこちらのね、ナス、そもそもね、ナスって何なのかっていうと、簡単に言うとネットワーク上に接続できるハードディスクのことですね。こういったね、有線でつなぐ外付けのね、ハードディスクとは別で、無線でネットワークを通して様々なね、デバイスから、アクセスできるというハードディスクのことですね。なので、これね、僕個人で、ね、使ってるパソコンなんですけど、仕事でね、使ってるパソコンももう一つありまして、そこからでもね、同じファイルをどこからでもアクセスできるっていうのがね、この NAS のいいところでもあります。で、このね、NAS を購入する前にですね、いろんなね、メーカーから NAS が出てるんですけども、有名なのだとシノロジーとね、QNAP っていう2つがね、結構有名なところなんですけれども、QNAP ともね、悩んだんですけど、僕はね、今回こちらのシノロジーを選びました。で、理由としては、こちらのシノロジーの方が結構ね、初心者に優しいというか、初めてね、NAS を購入する方でも結構ね、操作とか設定がしやすいということで、こちらのね、シノロジーの DS220J っていうね、一番新しいモデルを購入しました。で、僕デザイナーをね、仕事でやっているので、結構ね、データとかデザインデータがね、重いのが多いんですよね。で、あと YouTube もね、こんな感じで投稿しているので、動画データもそれなりにあるので、結構ね、容量が大きいものが必要だったんですよね。で、今までですね、Google ドライブとか Dropbox の、ね、大容量の、クラウドストレージを、ね、契約してたんですけれども、最近、ね、結構それらの制限が、ね、かかってきていて、そろそろ、ね、NAS を導入したいなと思っていて、ようやく、ね、こちらの、シノロジーの NAS を導入しました。で、この中に、ね、何が入ってるかというと、ウェスタンデジタルの、ね、4TB のハードディスクが今2つ入っていまして、それを、ね、レイドという形で組んで、合計、ね、4TB のハードディスクとして、こちら使ってます。で、ネットワークを、ね、通して接続するので、自宅は、ね、もちろん、外出先とかでも、こちらに、ね、アクセスすることができるので、Google ドライブとか、ね、Dropbox みたいに全く、ね、同じように使えるのがすごく、ね、いいなと思います。僕が、ね、使ってるこの Mac、SSD512GB しかないんですけれども、外付けの、ね、ハードディスク 4TB いつでも繋いである状態に、ほぼすることができるので、全然ね、 SSD512GB でも問題なく使えてます。なので結構ね、重いデータ保管したい方とか、僕みたいにね、複数端末あって、それぞれのね、端末から一つのハードディスクにアクセスしたいって方なんかね、こういった NAS があると非常にね、便利じゃないかなと思います。はい、というわけでね、買ってよかったもの1つ目が、こちらのね、シノロジーの NAS でした。はい、続いて2つ目ですね。2つ目はですね、先ほどからね、画面内に映っているこちらの M1 のね、 MacBook Pro、13インチですね。これはね、もう毎日やっぱり使ってるものなので、もちろんね、買ってよかったんですけれども、とにかくね、中でも電池持ち、バッテリー持ちがね、素晴らしいですね。自宅でもね、こうやって、バッテリーにつながないで結構ね、使う時もあるんですけれども、外出先でもね、1日とまではいかないんですけど、ほぼね、1日問題なく使えるぐらいバッテリーはね、持つので、それがね、やっぱり素晴らしいなと思います。で、僕16インチはね、MacBook Pro も持ってるんですけれども、それだとね、やっぱりバッテリーがないと外でね、作業するときなんかも結構厳しいので、何かこう出かけなきゃいけない用事があるときなんかは、自宅でね、全部作業を終えてからいつもね、 MacBook Pro 家に置いて出るんですけれども、この MacBook Pro 13インチ M1 であれば、バッテリーもね、かなり持ちますし、13インチなのでね、本体もコンパクトで軽いので、どこでもね、ガシガシ作業をしようという気になるんですよね。そういった風にね、家の中でも時間帯によって作業する場所をね、変えられるっていうのがね、すごくいいなとやっぱり思う部分ですかね。ただね、M1 は最近出たものなので、デメリットもね、いくつかありまして、アプリがね、対応してないものもいくつかあるので、例えば Google ドライブファイルストリームとかね、対応してないのが結構痛いんですけれども、そういったね、アプリが対応してないのもいくつかあるので、その辺はね、注意が必要かなと思います。作業のね、処理速度なんかは、僕デザインとかもね、これでいくつか作ったりしてますけど、その辺はね、問題なく行えてますね。で、この間レビュー比較の動画で、iMac とね、 MacBook Pro 16インチとの動画の書き出し時間のね、比較もしたんですけれども、その中でもね、M1 の MacBook Pro、こちらが一番ね、早かったので、その辺のね、重い作業なんかでも、こちらのね、
M1 MacBook Pro 13インチでも問題なく今のところ行えています。おかしい、ね、内容に関してはこちら前回の、ね、比較動画に出しているので、そちらねぜひチェックしていただけると嬉しいです。はい、というわけで買ってよかったもの2つ目がですね、こちらの M1 の MacBook Pro でした。はい、続いて買ってよかったもの3つ目ですね、3つ目もですねちょっとこちらの MacBook 関連になるんですけれども、今ねこの MacBook についているこちらのねスタンド見えますかね、これ、これがですねマジックスタンドっていう PC スタンドですね。で僕まあこういうね PC スタンド自体は初めてではなくてですね、今まで16インチの方にですね、はい、こういう感じでね16インチの方には、キックフリップっていうねこれまた別の、スタンドをつけてました。で今回ねちょっとこのマジックスタンド、こちらも前からちょっと試してみたいなと思ってたので、 M1 のね MacBook Pro の方ではこちらを購入してみました。まあ、どちらもね使ってみて一長一短あるなと思ったんですけど、まあ、こちらのね特にいいところはクオリティがねめちゃめちゃ高いんですよね。まあ、細部までかなり作り込まれてますし、畳んだ時もねこんな感じで、厚みもね全然ないので、ケースとかねカバンにしまう時なんかでも全然ね邪魔にならないっていうのがすごくねいいなと思うところですね。であと高さ調整もね何段階もあって、一番低いのがこのぐらいのね高さなんですけれども、最大にするとですね結構高くなるって、はい、最大だとねこのくらいまで高くなるんですよね。まあ、このぐらいの高さだとタイピングはねちょっとしにくいんですけど、まあ、なんかね映画とか動画見るときなんかは結構ね見やすいサイズ感になります。果たしてねキックフリップもすごくいいなと思うところがあって、まずねキックフリップってこのスタンドがねすごくサッと出しやすいんですよね。指1本でサッとすぐに取り出せるので、この辺はねまずキックフリップはいいなと思います。ただね高さは1段しかないので、あのこういった風にね何段階も用意されてないのは、キックフリップのね、まあ、気になってくる人はここねちょっとデメリットに感じてくるかなと思いますね。まあ、逆にねマジックスタンドも気になる部分いくつかありまして、まあ、まずねこんな感じで平らに収納されるので、開く時にですね結構取り出しに手間がかかるんですよね。はい、こんな感じでちょっと持ち上げて、裏側をねクイッとやんなきゃいけないので、取り出す時にね、少しね手間がかかるのがやっぱりね気になるかなと思います。であとはねマジックスタンドの場合一番低い高さでこのぐらいなので、結構ね一番低い高さでもこのキーボードのね傾斜が割とあるんですよね。なのでタイピングはね打ちやすいんですけれども、割とね長時間タイピングしてくるとこのね手首のこの辺がね少し痛くなってくるんですよね。キックフリップだと傾斜が結構緩やかなので全然痛くならないでかなり打ちやすいんですけど、マジックスタンドの場合ね一番低い高さでもこのぐらいのね傾斜は出てしまうので、かなりね長時間タイピングする方なんかはちょっとねこの辺がもしかしたら痛くなってくるかもしれません。まあ、僕だけかもしれないんですけど、まあ、その辺はねちょっと気になりました。まあ、とはいえね全体的にかなり、クオリティの高いねものなので、非常にねこちら買ってよかったなと思ってます。はい、というわけで買ってよかったもの3つ目がですねこちらの、マジックスタンドでした。はい、続いて買ってよかったものラスト4つ目ですね、4つ目はですね、まあ、もちろん、こちらのデスクですね、前回のね動画で DIY の様子を紹介したんですけれども、まあ、家でね仕事をする機会っていうのがかなり増えたので、まあ、自分のね体のサイズに合った、まあ、高さに合ったねデスクが欲しいなと思って、まあ、約ね4ヶ月前くらいから探し始めて、こちらの天板はマルトクショップっていうね木材通販サイトで買って、そちらにねワトコイルを塗って仕上げています。作ってね今数日経つんですけれども、かなりね馴染んできて色合いもね結構理想の仕上がりになりました。で足とねテーブルそれぞれ別で注文したので、やっぱり出来上がったものを買うよりもね安く住みやすいんですよね。でしかも自分好みのねサイズをオーダーして、まあ、自分の部屋に合わせてねこういった色とか、天板のね種類とかを選べるので、そこがねまたやってみて楽しいなと思いました。まあ、割とね簡単に誰でもできると思うので、まあ、よかったらね前回の動画参考にしていただけると嬉しいです。というわけでね買ってよかったものラスト4つ目がですねこちらのデスクでした。はい、というわけでね買ってよかったもの全部で4つ紹介しました。今月はですね結構ガジェット関係が多かったですね。この紹介した以外にも割とガジェット関連のものをいくつか買ったりしていて、まあ、その辺に、ね、今月はお金を使っていたかなと思います。で来月はですね、まあ、ちょうどこのデスクをね作ったので、ツールをねもう一個ぐらい欲しいなとか今考えてたり、まあ、その他にもねちょっといくつか気になっているものがあるので、まあ、またね買ってよかったものがあれば、紹介をしていきたいと思います。はい、というわけでこの動画が参考になりましたらぜひチャンネル登録と高評価していただけますと嬉しいです。
ではまた次の動画でお会いしましょう。